どうも皆さん、こんにちは。この間ね、昼寝してたんですよ。そしたらプルプルプルって電話かかってね。大体僕電話1回で取らないんですよ、悪い人なんでね。で、電話番号をネット検索して、あ、また不動産の投資の電話かよ、金ねえのになんてね、思いながら、どっからね、どういう経路で名簿が流れたのか知らないけど、やっても仕方ない営業電話がね、かかってくるんですよ。で、まあその日もね、同じようにね、どこ誰かなと思ってね、電話番号を調べてみたんですよ。そしたらさ、中野税務署。もう俺飛び起きた。まさにね、飛び起きるとはあのことかと一瞬で目が覚めましたね。何なんだろうと思って、もう即電話、私めが何かやりましたでしょうかってね、電話折り返ししました。そしたら、この間確定申告したんですよ。この間ですね、3月に確定申告しました。その際にですね、私3月の15が締め切りだったんですけどね、とりあえずね14あたりに出したんですよ。ただその時にですね、株の証券会社3つ使ってまして、そのうちの1個の野村がですね、間に合わなかったんですよ、この書類が。というか基本的には来るんですけど、見つからなかったんですよ。出す時に見つからなかったので、野村に、送ってくださいって、言ったら時間かかるっていうことでね、3月15日を過ぎてしまったんですよ。で、そういうわけで3月の14日くらいには1回野村なしで確定申告したんですけど、15過ぎて3月の多分17とかそれくらいに野村を追加した形で、追加で申請したんです。追加というか、まあ更新っていうのかな、したんですよ。そしたらですね、15日を過ぎたものに関しては還付のものはダメらしいんですよね。詳しくは聞かなかったんですけど、確定申告って別に3月15日過ぎてもできるんですけど、株の還付が必要な確定申告は15日まで、15日以降出しても還付にならない、損益通算させてくれないということなので、13日野村なしの、確定申告を税務署側で、選択してくれるわけじゃなくって、自分が、私が後から出した期限を過ぎて出してしまったものに関して取り消し申告をしないといけないらしいんですよ。ちなみにですね、書類が見たいというご意見をいただくと思うんでお見せしますと、3月15日のうんたらかんたら54,846円のやつをですね、3月19日ですね、3月19日の確定申告の58,000円、野村の4万円を、追加したやつですね、それを還付することが、3290円還付することができないということですね。まあいいです、はい。で、これですか、所得税および、復興特別所得税の確定申告書の取り下げ書ということで、はい、これを出せということでございます。はい、でこちらがですね、中野税務署から来たやつですね。3月18日に来たやつです。過ぎた分に関しての申告の取り消しの申請をしないといけないということで、そういう電話だったんですよね。いやー、だからまあね、ちょっとそのお金が、本来返ってくるべきものが返ってこなくなってしまったんですけど、まあね、良かったですよ。びっくりした。ね、うち家宅捜査とかじゃなくて、まあね、たかだか僕ぐらいのね、ところにね、いや、まさかね、来ない。まあ一応インターネットに動画とか出してるんで、そういう関係でね、一応見せしめでなんか摘発的なね、ものがあるのかと思ったんですよ、一瞬ね。でも、まあそういうわけで、皆さんね、遅れて確定申告できるからといってですね、余裕をギリギリに申告しないようにした方がいいです。余裕を持って
申告しないとですね、書類が間に合わなかったりするんで、そもそもね、野村からのね、年間取引報告書がね、なんでうちに来てなかったのかっていう、そこがまあちょっとあれなんですけど、まあとにかく良かったのか悪かったのか分かりませんがね、あの皆さん確定申告は必ず3月15日以前にね、書類を揃えてやりましょうということです。さよなら。